あの先ほど、有効締結が10月の13日って言ってたんですけど、実は僕の誕生日で10月の13日、ちょっと今あの鳥肌立つぐらい怖くて思ったんですけど、其实呢，我的生日就是十月十三号，所以刚才您提到那个日期的时候，我全身都起鸡皮疙瘩。自分の中でも巡り合わせみたいな。对，ちょっとドキドキ今しています。觉得非常的兴奋，也非常的激动，他觉得这是不可思议、很命运的安排，巧妙啊。有这个朋友们都要在这边。ぜひあのこれからも松山まで来ていただけたらと思います。ぜひ来たいと思います。I希望你们再来。ありがとうございます。判断ですけれども、接下来，我们这个今天的收听。